なんてでかい背中だ。グラブをはめる。蹴り技がない、組み技がない、投げ技がない、決め技がない。以上の理由でボクサーはグラップラーとしては不完全だ。日本が、東洋が待ちに待った日がやってまいりました。5階級制覇を成し遂げたユリ・チャコフスキーが今夜ついにヘビー級の壁に挑みます。グラブをはめる。蹴り技がない、組み技がない、投げ技がない、決め技がない。以上の理由でボクサーはグラップラーとして不完全だ。でもユリーさんのやろうとしてることはすごい。俺は心から応援してるよ。あの少年はこの3ヶ月間私以上のトレーニングをしていたというのか。へい、ユリ、時間だ。さあ行こうか、チャンピオン。オーケー。不完全かどうか証明してやる。もう始まっちゃった。これからよ。気になるの？まあね。ウラジミル！何なんだ、君たちは！しまった。
逆。奴がユリーの腕を握った瞬間、破裂音を聞いた。悪いけど、ボクシングは格闘技としてはあまりにも不完全すぎる。だからどうした？持ち得る武器で最後まで戦うのが、ちぎる戦士だ！ユリー！ユリー選手、未だ姿を現しません。そろそろユリー選手の登場でしょうか。控室側の中村さん、中村さん。こちら中村です。ユリー選手はすでに出発していますが、まだ見えませんか。妙ですね。どうした？もうおしまいか？じいちゃん、俺負けたくない、負けたくない、負けたくない、じいちゃんにも誰にも。ユリーよ、ジギール戦士に負けはない。負けない？そうだ、絶対に負けない。倒されることなど真の敗北ではない。真の敗北というのはな、ユリー、心が折れることを言うのだ。心が折れる？わかるか、ユリー、心が折れる音さえ聞かぬなら、たとえチンギスハーンでもお前から勝利を奪うことはできない。ユリー、立つんじゃない！折れぬ。構えやがった、二代目の突きをまともに食らった野郎が。やめてくれ！こちらは放送席。どうしました、中村さん。大変です。ユリー選手がたった今何者かに襲われたようです。試合不可能。担架で運ばれていきます。お疲れ様でした。花山だ。花山？日本最強の喧嘩師、花山薫。あたしらはあたしらのやり方を通すだけです。あの少年、いや、彼は化け物だ。大の極道に、ヤスとだけはやりたくないとそう言わしめる男です。大変な坊やだこと。彼については興味深い報告があります。彼は人間の腕をはぜるとかで。はぜる？彼に腕をつかまれたが、最後腕が爆発音にも似た音を立てて弾けるんだそうです。武器を使うってこと？ありえません。彼の非武装に対するこだわりは美学にまで昇華されています。おとなしいのね、坊や。あなたの父親はこんな時身震いして喜んだものよ。帰るわ、ネミ。おやすみ。懐かしいわ。あの子はおもちゃを買ってあげるといつもああして隠れちゃうの。分かってるわね。早いほど素敵よ。はい。
花山薫。ん？何事だ？ちょっと様子を見てきやす。二代目、すいません。花山さんだな。有名なんだな、あんた。それっぽい人に聞いたら、みんなここを教えてくれたぞ。強いんだって、喧嘩。まさか。さあやろうぜ、着物同士。